性別なんて関係ない、鈴谷亜希です。亜希くん好き、ありがとう。僕も好きだよ。僕本当に亜希くんが大好きなんですよ。ちょっと炎上を恐れずに言いますけどね、亜希くんは、未だに光というか、なくてはならないやつなんですよ。ありがとうございます。亜希くん好き。亜希くん、亜希くん、亜希くん好き。亜希くん、キムさんは嫌いということでよかったかね。キムさん嫌いの部類ということで。嫌いではないですけど。気持ち悪い方でよろしかったですかね。いや、なんか何なんでしょうね。何なんでしょうねって言われちゃった。よくわからない存在ですよね。いや、よくわからないですね。トヨお兄ちゃんが一対一になると無口になるっていう。そうなのか。緊張しちゃって。わかんないんですけどね。もっと僕とお話ししよう。ちょっと待って。なんか避けられてる気がしてさ。いや違う。ダメだ。最後にずっと勘弁してください。はい、そうですね。はい、お話ししましょう。はい、やった。ディスコードでね、投稿が終わって、で、いくら払えばいいって言われて、いらんってみたいな話をしてたんだけど、いつの間にか投げられてたね。